はい、どうもすみません。今日はですね、山崎パンの話なんですけど、これをもうすごい話題ですね。で、これからもっともっと増えていくと思うんですけど、ね、みんなもうすごいことに、今この瞬間もすごいことにどんどんなっていってると思うんですけど、ちょっともうツイッターもう疲れちゃったのに、ツイッターとかね、もうパソコンとかね、スマホとかですね、もう本当に もうちょっとでいいからですね、見る時間を減らそうと、ちょっとこれね、もう無理なんですけどね、無理なんですけどね、やっぱりどうしてもですね、知りたいという気持ちがですね、非常に強いものですから、これがそうですね、知りたいんですね。新しいことを知りたいんですよ。もっとなんか出てくるだろう、出てくるだろうってね。だからこの山崎パンのもそうですけどね。これは、そうですね。こんだけはっきり出たのは初めてじゃないですかね。で、その前にですね、ちょっとこれを録音したいんですけど、私ですね、明けましておめでとうございますっていうのをですね、いつからか言わなくなったんですね。で、年賀状とかね、すごい、嫌いになったんですよね。じゃあ、それはどうしてかっていうとですね、やはりですね、この遥か古代からですね、この地球にある仕組みですね、日本だけじゃなくてですね、すべてのものとかですね、行事とかですね、何でしょうかね、そういうのは誰かの何らかの意図によって、作られたわけですね。作られてるわけですね。だからじゃあなんかイベントじゃあなんかね、いくつかの会社がですね、こう集まってこれからイベント新しいイベントをやったとしますよね。でもそれって結局はお金儲けなんですよね、何でもね。なんかそういうのがですね、分かったので、だからこのお正月とかですね、お正月っていうこのイベントですね、クリスマスと同じですね。これもだからわからないですけど、ね、じゃあそれはもう文化伝統だからって、そうなんですけど、だからその文化伝統っていうものがですね、はるか古代から、何らかのですね、いつからかわかんないですよ、ほんならね。江戸時代はどうだったのかわかんないし、聖徳太子は架空人物ですね。これはいっぱい載ってますね、聖徳太子ってね。架空人物だからもっともっと前ですね。いつからそのお正月とかね。まあ、時計っていうものができたのいつかな。だからこの時間はですね、存在しないっていう動画はもう山のように出てて、私、見てもわかんないのもいっぱいあるんですけど、そうだなと思うんですよね。なんか、時間でね、この全ての人を管理するってことですね。超管理社会のですね。あれはどうなったんですかね。サービスエリアのね、有料化ね。どん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 いろんなものでね、細かくですね、管理しようとするんですよね。この時間っていうのもね、特に日本人っていうのはこう真面目だからですね。管理する。でもう管理されちゃってんですよ、私もね。そういうことでですね、じゃあお前日本人じゃないのかって言うとね、私は正真正銘日本人ですね。で、日本っていうものでさえね、まあもう日本じゃないっていうかですね、もう
挑戦なわけですね。これはもういっぱいね、明治天皇すり替えですね、からですね、あと、まあそれをね、全部が悪いとは思いませんけれどもね、結局支配したいっていうですね、支配したい、支配する仕組みを作ろうっていう ことですよね。昨日も撮ったね、ダウンタウンさんのね、血筋っていうものですね。この血筋を絶やさないで、どんどん、まあ、それをですね、何々家、何々家ですね。まあ一番強いのは天皇家なんでしょうかね。あとね、武家とかですね。あと、まあ昨日言った日本財団とか、聖動院大学さんとか、もういっぱい、ラプトー理論とかですね、QAJF とかですね、いろんな方のを見ればですね、いっぱい載ってるのでですね、それ全部が正しいとは言わないですけども、まあ、ほとんど正しいんじゃないのかなと いろんなことね。ああ、そうだ。小島よしおさんっていらっしゃるじゃないですか。小島よしおさんってね。ちょっとだけ知ってますけどね。いや、何が面白いのかわかんないけど、なんかまだ、まあ、未だ人気があるっていうかですね。で、その人が昨日の、小玉よしおさんとそっくりだってね。あとダウンタウンの浜田さんとね。そっくりだっていうね、のが出てんですよ。だから、結局ですね、この支配っていうものが、まあ、ロスチャイルドじゃなくて、日本ではいつからどうなのかっていうことなんですけれども、まあ、織田信長の前はこう、あれですか、室町幕府ですか、足利ですね、だからその前とかですね、ちょっと分かりませんけれどもね、だからその時に明けましておめでとうございますとか、そういうのあったのかどうか分かんないですけども、だから言わなくなった。言いたくないんです。じゃあ、全部、お前アニメとか見るなよとか、そういうことになって、そういう、だからそれ無理なんですよね。アニメは好きなので。だから矛盾してんですけど、もうどうしようもないわけですけど、明けましておめでとうございますだけは言いたくないっていうかですね。逆にクリスマスなんか私別にね、そんなのね、外国のものっていうかですね。キリスト教は関係ないとかね、いっぱい載ってますよね。そういうのでですね、いろいろになっていくわけですね。だから、これね、いっぱいインターネット、ツイッターとかいっぱい載ってますのでね、クリスマスについてですね、また調べ始めたらですね、またもう大変なことになっていくわけですけど、まあ逆に私そんなの関係なく、クリスマスがクリスマスでちょっと普通にね、別に知る必要もないし、まあお正月もそうなんですけど、なんかですね、なんかわかんないけど、明けましておめでとうございますって言いたくないんですよ。これなんかね、私だけだと思うんですけど、だからどうしても言わなくちゃいけない時は言うんですけど、まあ今一人ぼっちだしですね。言うことないんですね。言いたくないんですね。だから言ってないと思うんですよ。この動画でもね。言わないんですね。言わないんですよ。そんなことでね、すべてのですね、この歴史ですね。まあ、一人ではないですけども、わかんない。元を正せば一人なのかもしれないしですね。わかんないですね。モーツァルトの最後、モーツァルトの曲のレプティリアンですね。これもわかんない。なんか 夜になるとトカゲの顔になるとか出てました。ほら、
有名な講演家のあの方のやつで、ね、あれ出てましたね。夜になるとトカゲの顔になるとか出てましたよ。レプティリアンっていうのをね、ちょっと調べていただくとね、いっぱい出てくるね。レプティリアンだけじゃないですけどね。その辺ね、まあ、ドラコニアンとか、まあ、いっぱい、ナーガとかですね、いっぱいいろんなの。わかんないですね。クラリオン星人とかね、いっぱいいろいろ出てくるわけですよ、宇宙人ね。あ、それわかりませんけどね、調べようがないですけどね。はい。そのぐらいですね。ちょっとこれ、どうしても言いたくてですね。はい。明けましておめでとうございますって言わないんですよ、私。でも日本人なんですよ。横浜で生まれて、どこに住んでたかな。まあまあ、東京都内に住んでた時もあったし、まあでもほとんど相模原ですけど、はい。はい、そういうことで、どうもすいません。それからですね、じゃあアンパンマンで、ああ、山崎パンですね。山崎パンはアンパンマンではなかったということで、正義の味方、アンパンマンじゃなかった。ね。これがですね、今話題でですね。なんだよ。山崎パンがね、自腹を切ってね、お金をね、ああ、パンをあげてんのかなって、こうみんな思ってるわけで、それが今ね、もうこんなバン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 出ちゃってね。もう無理ですね。だから自腹で出せばいいじゃないですか。ね。そのぐらいの体力っていうか、ありますよね。で、まあ、添加物のことはちょっと置いといてですね。だから添加物は別に山崎パンだけじゃなくて、添加物を入れると国から補助金が出るっていっぱい載ってますよね。だから入れるわけじゃないですか。別に入れたくて入れてるわけじゃなくて、入れるとお金が入ってくるから入れてるわけでね。だからそれじゃあ、いつから誰がどうやってんのかっていうね。そこだから、ね、このまあ食品に関しての省庁っていうのはどこなんでしょうかね。わからないけど、まあなんなら内閣府でもどこでもね、まあどこでもいい、市役所行ってもいいしね、聞けばね、教えてくれると思うんですけどね、その添加物っていうものをね、ですね、なんでやってんの？例えば GHQ とかそういうのが出てくると思うんですよ。わかんないですけどね。わかんないですけどね。やっぱり GHQ なのかな？なんでもね。ほとんど GHQ。GHQ っていうのは今どう、あるのかないのかわかんないですけどね。CIA がね、訴えられたってね、今ね、話題になってますね。CIA が訴えられたってね。だから CIA も弱くなってんじゃないですかね。CIA もだいぶ弱くなってきてる気がしますね。訴えられちゃうんだからね。一番強いわけではないってことですね。だからその辺の昨日の動画もね、昨日の動画、この日本のやつやりましたけど、やっぱり世界中でですね、別にアメリカだけじゃなくて、あとなんと CIA とか、あとよくゴルゴ13とかに出てくるなんかいろんな組織があるじゃないですか。わかんない。FBI はアメリカですよね。だから、仮面ライダーも FBI ですよね。仮面ライダー FBI ですよね。それからなんだろう。ほら、ゴルゴ13出てくるじゃないですか。忘れちゃった。MI6 とかが、そっかな？違うかな？違うかな？ちょっとわかんない。いいですね。ゴルゴ13見てください。ね。だから、だんだんね、訴えられるってことはね、だからそれよりも民間の力が強いのか何なのかわかんないですけど、わかんないですけどね。でももう山崎パンももうこれでもうアウトっていうかですね。だから本当に自分の会社の自分のお金でやれば、本当に正義の味方になれるものを、なれるじゃないですか。だってね。
本当に無償で、そのどんだけあげようが、ね、いくらでもパンなんか作れるんだから、ね、それは一瞬はマイナスでしょうけども、それによって日本中全部で山崎パンを買うことになるんだから、逆にこれ政府からお金もらっちゃって、もう誰も買わなくなる、またサントリーとかなんですかね。あれは車、あの車屋さんまだありますね。まだジャニーズとかだってまだね、消えることはないですよね。残るんですよね。本当に完全にテレビとかがね、テレビがなくならない限りはですね、全部なくなることはないのかなってね、思うわけなんですけど、あと、吉野家とフジパンと、とかね、結局、政府からお金くれんなら、全部の会社がね、やりたいじゃないですか。ね、全部の会社がね。別に食品を作る会社じゃなくてもね。いろんな方法があるわけですよ。食べ物を送ればいいわけね。食べ物と水ですよね、まずね。あ、そうそう、それ、自動販売機が壊されたっていうね。あれが最初出てたんだけど、そうじゃなくて、その自動販売機の持ち主がですね、オーナーさんが、壊して取ってくれって言ったっていうね、取ってくれって言ったのかね、もう緊急事態だからってね、OK をもらって自動販売機を壊したんですよ。そのね、その動画、それも今ね、ブワーッと出てますね。あとはなんだ？話題なのなんだ？被災者の方が次の日、日航機に乗って、火災から脱出してるっていう人がね、いるんですよ。名前がね、その人話題ですよね。そのアカウントとかね、特定できると思うんですけどね、やろうと思う人がいればですね、それ結構ね、だんだん広まっていくんじゃないですか。私はだから、それを書いた人じゃなくて、その書いた人の後ろにいる会社とか人物とか、それが誰なのかっていうことが出れば、結構いいかもしれないですね。結構いいかもしれないですよね。この動画やばいですかね？やばいですかね？ちょっとやぶ YouTube 的にやばいですかね？大丈夫かな？わかりますでしょうか？被災地にいたんですよ。ね、お正月1日にですね。ね、それで、どうたらこうたらって書いてあって、次の日、日航機に乗ってて、脱出して、死にそうでしたとか書いてあるんですよ。そういう人いるんです。それいっぱいツイッターに載ってるので。で、だからその工作員っていうんですね。工作員だけを見ると、別に、あれだけど、その後ろにいる人物ですね。そういうことですね。それを誰が書かせてやってるのかっていうか ねえ、そんな誰でもわかる嘘をですね、書いてるわけだから。だからそれも自動販売機のさ、そのやつもそうですね。そうですね。もう一番最初にね。こんなひどいことするやつがいるってね。だから日本人にはあんまりいないんですよ。日本人ってね、そういうことできないんですよ。いないんですよ。いないんですよ。だから日本でね、財布を落とすと戻ってくるっていうね。でも今外国人だらけだから戻ってこないですよ。ね。で、埼玉県はどんどんね、クルドの方がね、増えてね、クルド人の方がどんどん生活保護になっていくんですね。
それを応援してんのが山本太郎さんですね。山本太郎さんね、外国人に優しいからですね。で、その令和新選組っていうのですね、それは外国人に優しいってね、いっぱい載ってるんですよ。載ってるんですよ、私もね、もうずっと前からね。じゃあどうしてね、あとその後ろにの聴導員大学さんですね、参政党とごぼうの党と NHK 党ですね、全部聴導員大学さんなんでね。あとまああと日本財団とか昨日喋ったので、そんな感じでですね、まあ、ダウンタウンですね。これからまたね、いろいろ山崎パも出たから、どんどん出てくると思いますね。だから ツイッター見ちゃうんですよ、もう。もう私もう見たくないんだけど、もう疲れたんだけど。でもね、やっぱり出てくるからですね。こうやってですね。どうもすいません。今日もなんかいっぱい出ると思いますね。失礼します。